はようございます。通学のお供に朝から古文単語、本日は熊なしを紹介します。現代語訳は2通り。1番目、曇りがないとか欠けているところがない。この単語は現代でも隅から隅までくまなく探すという意味で使ってますよね。2番目の意味で何でも知っているなんていうのも難問対策で覚えておくといいですね。ちなみに大学入試の問題でよく出てくるくまなきつき、これなんて訳しますか？間違えやすい現代語訳がはっきりと見えるなんて曇りがないを訳してしまいがちなんですが、これはまさに満月のことを表すよってことはぜひ覚えておくと使えるんじゃないかなと思います。ということで今日も一日頑張ってきてください。いってらっしゃい。